お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらの新英隊エリババデッキね紹介していきたいなと思います。まあ、新環境にね、つい先日なったんですけども、これがまたねこうひどい環境とねめちゃくちゃ言われてます。エリババがまあ強すぎて、なんかもうエレジャイだったりエリゴレだったり、なんかエリババブッパデッキとかゴレとか結構やっぱね重量級とかゴリ押しデッキがちょっとね今こう暴れてる、環境になってて、まあとりあえずねエリババがぶっ壊れです。というわけでこの新英隊プラスのエリババデッキやっていきます。そして、まあリワークされたボンバーですね、まあ、2コスになったんですけども、まあ2コスいっぱいデッキみたいな、そんな感じです。ボンバーねめちゃくちゃ強いかって言われると別にそうでもないですし、だからめちゃくちゃ弱いかって言われると、まあ、なんかそうでもないですし、個人的に。まあなんかでも、ちょっと弱い寄りな気がしてます。個人的にですけど。まあ攻撃力が結構高いんです。あ、低いんですよね。そうだから、なんかスピスピ、エレスピかな、ヒースピかな、ヒースピがね、多分残ったんですよ。ボンバー。攻撃耐えるぐらい。なので、なんか思ってるより火力がなくて、まあ、みたいな。まあ2コスだから使いやすいっていうのはあると思います。よいしょ。さあ。まあ、とりあえずなんかもう、新英隊、セパして、エリババセパして、もうなんか、ヤリゴブ、コウモリもセパして、みたいな。で、気づいたら勝ってるみたいなデッキだと思ってください、このデッキは。はい。というわけで、新英隊を蓋してね、ここでね、もうエリババセパできたら激アツなんですけど、コスト的にね、間に合わないかな。いや、でもいけるな。さあ、ちょっと。相手がコウモリとかね、ちょっと空で来てるんで、一回、しょぼめのコウモリで。さあ、今回の相手のデッキがちょっとだけわかんないですね。タルババ。これちょっとぶつけちゃおう。あ、逆が痛いですね。槍も痛いですね。さあさあさあ。まあ、なんか軽いんでね、このエリババと新英隊は、まあ、やっぱ火力が出るカードなんですけど、それ以外が、これね、槍ゴブコウモリ、ウッド、ボム、ヒースピ。この5枚で一応無限に回せるっちゃ回せるので、まあそういったところではね、ちょっと使いやすいのかなと思います。まあでも本当に新英隊の後ろにエリババつけとけば多分それだけでタワー折れるぐらい火力があります。新英隊プラスエリババ。で、これちょっと相手のね、こうダックプリとか来た逆サイぶっ壊しちゃおうかなーって思います。行ってこい。で、コウモリがさっき来たので、ファイブボーヤはね、もう素晴らしいですね。あ、でもヒースピが飛んでくれれば。さあ、一発、二発、いえ、今二発入れば十分でしょう。このね、タワーレベル9でエリババ何ダメージ与えるかちょっと覚えてないんですけど、マルチだと、一発460ぐらい与えるんですよ。一発460やばいですよ。だって2体いるから、2発で900。一発460は、プリンスがね、こう、通常攻撃が一発460なので、まあ、プリンスと変わらないぐらい。はい。まあ、そいつが2体いるんでね。よいしょ。さあ、で、まあ、コウモリ系をケアするヤリゴブとか出して、これね、もう、新英隊エリババの火力高すぎて、ここだけでね、守れちゃいます。やべ、俺の、コウモリが、ちょっと無能でしたね。さあ、ボンバーで、程よく守れます。こんな感じで、なんか火力が、すごいあるわけではないんですけど、まあ、2コスなので、そう考えたら、まあ、なんか使い方もないよねっていう。まあ、そんな感じですね。だからめちゃくちゃ使われてるわけではないですけど、まあ、ちらほら使われてます。いや、本当に、なんかこうやってセパしたりだとか、まあ、相手の、例えばエリババに強いカード、今回だとダークプリンスとかを裂いたら、まあ、そのね、逆サイドに固めエリババ出すだけの、すごいね、雑デッキです。雑デッキって言ったら失礼かな。だからマルチで上で使ってる人もいますし、まあ、みたいなね、はい、デッキです。で、一応ファイブとかもあるので、対空ちょっと大変じゃねっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、ヤリゴブコウモリ、ファイブヒースピと、まあもう一枚、逆サイ攻めるエリババとかで回して、まあ、高回転エリババみたいな感じの、戦い方もできます。はい。あのね、またちょっと上げようと思うんですけど、昨日かな？なんかボンさんが、クラロアコロシアムクビになったんですよ。そう、ボンジュールさんっていう方がいて。知らない方はほぼいないと思うんですけど、そう、クラロアコロシアムクビになって、その復活企画で、ムギッタン
を倒したら復活するみたいな。そう、なんか麦炭と多分30戦ぐらいするんですかね、来週の月曜日ぐらいに。そうで、特訓企画みたいな。そう、まあ、ただただ麦炭に挑んでも勝てないので、なんかね、6時間ぐらい8000プレイヤー倒すまで終われませんみたいな特訓企画やってて、そうそう、それでね、僕はボンさんなんか4時間ぐらい対戦してたのに、誰とも、なんか8000プレイヤーを倒すまでのに4時間やって8000プレイヤー1回しか当たらないみたいな。そうだからもう企画的になんかめちゃくちゃきついのやってて、ボンさんがね。そうだから僕がね、対戦してあげようと思って、そうそうそう、なんかエリババ高回転とかちょっといろんなね、デッキ作ったりしてやってたら、なんかもうエリポン入りスケスケヒースピレスピーエリポンミラーエリババみたいな、なんかやばいデッキでね、ちょっといろいろやってたんですよ。でそしたらまさかのね、そのデッキでグラチャで11勝無敗ぐらいまでいっちゃったんですよね。だからちょっとそのデッキもね、上げたいなと思ってるんですけど、11勝無敗からね、3連敗したっていう。ガチ泣いしましたね。朝6時ぐらいに。11勝無敗の時に、だからもう、12勝して、ちょっとドヤ顔ツイートしちゃおうとか思ってたんですけど、負けちゃってね、ツイートできず終わったんでね、ちょっと、またね、動画で紹介したいと思います。さあ、今回は、相手はね、もう流行りの、サービス終了デッキこと、最強デッキ、エリクサーゴーレムですね。いやー、これやばいっすよね。エリゴレも普通に今強いんですよ。まあ、でもそんな中で、さらに強化された、あの子ですよ。強化された、何くんだっけ、忘れたの名前。あー、めっちゃいい。そこちょっとファイブが大事になってきます。いや、めっちゃいいファイブしたかも。いやー、いい防衛はしてる。オッケー。まあ、問題はね、僕、これは折れるかどうかですね。いて。いて。マジか。さあ。頑張ります。これ、親衛隊がエリゴレに対しては結構腐るかもしれないけど、まあ、今の環境はマジエリゴレに勝てないデッキはね、本当にもう使えないと思うので、いやー、ここはね、しっかり勝っていきたい。で、コウモリとかはマジでね、巻き添え食らっていかれちゃう気がするから。さあさあさあ。まあ逆サイにね、ヤナメとか使ってくれたら、こっちね、防衛がね、ボンバーが最強なんで。ボンバーはね、ウッドは耐えるんですけど、ヤナメでね、いかれちゃうって感じですね。さあ。攻めるね、形を作りつつ、よし。しっかりね、この落ち着いてね、後ろから殴ってあげれば耐えれます。で、なんならこれ多分ね、キングがバカ行きますよ。キングバカ行く。で、この間に攻めてあげて、よしよし、あーつい。いや、なんならキング折れる。いや、キングは折れないが、横が折れますね。オッケーオッケーオッケー。いや、エリババだけでタワー落とせる世界来ちゃったんですよ。なんかこの、ね、トロ多分、ほんと5000とか6000とかで、格上エリババにしばかれるとかも皆さんあったと思うんですけど、もう格上とか関係なしに、ただただエリババでね、タワー折れる時代が来ちゃったっていう、すごい悲しいね、お話なんですけども、さあ、まあ強いカードはね、使った方がいいです。皆さん、エリババ使いましょう。で、エリババ受け大変だよって方は、まあ親衛隊とか、まあスケルトン部隊とか、まあスケルトン部隊は、やっぱね、ザップを持ってる人も多いので、マスケブよりは親衛隊とかの方が受けやすいのかな。さあ、来ました。殿下の宝刀、エリゴレ。最強ですね。いや、エリゴレ、杖はなんか嫌だな。使うんですけどね。僕も使うんですけどね。まあ、世界一がエリゴレだったら、まあ、みんな使うよねっていう、そりゃ。で、このライドラはキング起動させてもらってね。エリゴレキング起動してると、守りやすくなってくるんでね。相手はね、組んでこないですね。なんか珍しい。エリゴレって、なんかもうすぐこう、なんだろう、所定、エリゴレヒーラー、ライドラ、エリババレイジ、ヒースピーってこう、組むのがまあ強いんですよ。これは本当で。そうそう。とりあえず組んどけば、相手が事故ってくれるっていう。さあ、来た。ここはもうぶっ破しちゃいます。
矢の飴多分使ったと思うんだよね。オッケーオッケー。これで、一本折らしてもらって、まあ、次の、ボンバーとかでね、処理できたら理想だなと思うんですけど、これなんか相手がヒースピとか使ってくんねえかな。コウモリからのヒースピをミュット。これヒースピきます。いや、来いよ。これ、あれ？あ、矢の飴か。いや、これちょっとヒーラーで回復されるの嫌なんで、ファイブって。オッケー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 。いやー、リババで、簡単にタワー折れちまうな。これ今、端前エリババしても、相手が多分エリババあると思うので、ちょっと親衛隊からね、ちょっとこう、相手がユニットから来ると怖い気もしますが、まあ大丈夫でしょう。セパって、セパって、もうすべてセパります。で、ヒースピで回復だけ嫌なので、ウッドでね、ちょっかい出しつつ、エリゴレアワートね、溶かしたいので、ボンバーまで、添えてあげておきたいな。まあ、低めに置いといてあげていいかな。で、これに穴埋め打ってきたら、まあ、なんか他のね、カードが生きてくれるよねっていう感じでいきます。さあ、ボンバーが全回収します。で、穴埋め打ったら、ヤリゴ分もね、コウモリも生きてきます。ライドラー、マジで処理できないんですよね。後ろから、ちょっと、いい感じにね、ちょっかい出していきます。さあ、これは、来ますよ。これ逆サイに、もう一回、追い足し。追い足しエリババで、絶対止まんないと思うんだけどな。で、これを対応してると、こっちのね、エリゴレが止まんないっていう。はい、もうなんか地獄ですね。お互い。お互いマジでエリババ出してるだけっていうようなデッキなんですけど、本当にね、現環境はもうこうなっちゃったので、これが3ヶ月続くのか、続かないのかは、マジでね、わかんないです、正直。正直マジでわかんないんですけども、どうなんだろうな。途中でさ、緊急調整、たまに来るじゃないですか。そう、クエイク火砲とか前も来ましたし、極稀に緊急調整来るんですよ。私たちはやりすぎました。彼は非常に素晴らしい、エリートになりすぎました。火砲させていただきますっていうのがね、まあ、来ないのかな。来ないとやばいですよね。本当に、本当にやばいですね。まあ、ただのぶっ壊れカードがたまたまエリババだったって感じなんですけど。なんかだってこう、全環境とかは言っちゃえばぶっ壊れカードは、まあ、ザッピー、トリトン、ハンター、だったじゃないですか。で、まあ、その辺のカードはまあ、ただ杖で収まっちゃうですけど、まあ、エリババは強いと、タワーまで折れちゃうんでね。なんかそこがちょっと難しいですよね。別にハンターとかザッピー強いけど、タワー折れる、キング折れるとかなかったじゃないですか。エリババの場合ね、それがあるっすね。まあ、エリババただ強いだけなんですけど、キングもね、折っちゃうんで。ちょっとその性能が、やばすぎるっていう話っすよね。さあ、エリババと支援でセバして、あとはもう任せます。彼らに。彼らに頑張ってもらって。そうですね。こういうなんかスケルトン部隊とかは、ちょっと強いですよね、今。さあ、これ、ヤナメとかあると嫌だなーと思いながらボンバー出します。さあ、ヒースピで、オッケー。さあさあ、今回は、ゴレダクネのコウモリスケアミなので、まあ、クローンの可能性ありますよね。今やばいんですよ。世界1位はエリゴレで、なんか世界2位ぐらいはゴレクローンで、みたいな。もうね、地獄。聞きたくない。考えたくもない。なんかそんな、マジやばくないですか？やばいっすね。世界1桁にエリゴレ、エリババ、ショテゴレクローンとか、エレジャイとか。なんかもう、カオスすぎてやばいんですよね、マジ。すごい、なんか過去一の大型環境とか、なんかそんな気がしないこともないですよね。さあ、これ、ちょっと防衛、なんか大変ですよね。いや、来ちゃったな。これなんか防衛大変じゃないですか。ファイブいつ打とうかっていう。ファイブいつ打とうかって悩んでたらさ、めちゃくちゃいっぱいいた。これ、早めにファイブって、横からヤリゴブとヒースピで処理しないといけないですね。まあでも、こう見ると、ゴレクロ強ってなるか。ちょっと若干なりますね。うわ、すげえ。すげえな。これに負けるってなんか嫌じゃないですか。でも本当にこういう環境なんですね。まあ相手も思うっすよね。なんでこんなのに負けねえといけないんだって。さあ、これは、ゴレフタ来てしてくれたらいいなと思うんですけど、エリババでね、とつりたい。お、逆が入ってる。いや、これは多分エリババで溶かして、
いやー、ダクネのコウモリがやべえんだ。マジで。さあ、コウモリがやばい。ちょっと頑張ってもらって。あ、待って、やばい。あとちょっとあれ。待って、エリババウッドで降りたい。行ってこい。いや、マジであります。ワンチャル。スケアミの位置をさっきと一緒だったらいいな。ワンチャルかい？エリババが？あー、間に合わないか、君。さあ、いや、これね、悔しいっすね。ちょっと一本折ってれば、てか、なんか防衛がね、微妙でしたね。なんか対空がね、ちょっと大変だったんで、もうちょっと前にね、ファイブって、ヒースピとまあ、やりゴブで耐える。まあ、みたいなのしとけば、戦えたのかな、というような、本当にね、グラチャで見てもらえればわかるんですけど、こういう環境です。皆さん、今シーズンはね、チンパンで行きましょう、というわけで、よければね、このデッキ使ってみてください。チャンネル登録ね、高評価等も、ぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。